この試合はスーパーファイト53キロ契約3分3ラウンド延長1ラウンドで行われます。メインイベントはスーパーフライ級の一戦を迎えました。前チャンピオンの玉の時が客席から見つめる中、リング上チャンピオンの大崎和樹、そしてシュートボクシングのチャンピオン川上京、二人が向き合います。さあ解説は直樹選手に今日はお願いしていますが、これも注目の試合を迎えましたね。楽しみですね。来年53キロでも DOA トーナメントやるかもしれないという噂があるんで、この、大崎選手は出場すると思うんですけど、この川上選手もね、ここでアピールできればチャンスがあるんじゃないですかね。はい、さあ試合スタートになりました。ライズ初参戦となります、ロングスパッツ姿の川上京です。最近はこのシュートボクサーが割とこのライズのリングによく上がってますよね。そうですね、シュートボクシングのチャンピオン結構ライズのリングに来てくださってますね。はい、身長差が結構ありますね。そうですね、まだ20歳です。川上ミドルを出します。序盤から積極的に蹴りを出してくる左ストレート。チャンピオンの大崎としてはまず様子を見ようというところですかね。そうですね、でもタイトルマッチじゃないんで今回3ラウンド制なんで、はい、大崎選手のいつもみたいなゆっくりゆっくりのリズムだとポイント取られちゃうかもしれないんで。なるほど、さあ序盤から積極的に手数を出します川上です。左ストレート、ボディストレート早いですね。はい、キレがあります川上の動き。プレッシャーをかけてきた大崎、このプレッシャーがすごいですよね。大崎選手の玉野とのタイトルマッチも結果見事に抑え込みましたからね。おお、前手を出しながらお互いに前手触って、そして奥の手を出します。いや、川上選手いい動きですね。はい、バランスよく攻めてますよね。そうですね、ジャブもついてパンチも出して蹴りもミドル、ローキックといろいろ出してるんで、親子2代のシュートボクサーです。圧力かけられてもこう止まらずにしっかり回ってるんで、はい、いいですね、すごく。ハイキックガードしました大崎、続けて出しますハイキック、ガードの上から重たいパンチ、ちょっと大崎選手やりづらいかな。ボディ、おお、一発で効いたっすね。右ボディ一発で効いたんじゃないですかね。はい、今大崎のパンチも強いですからね。いや、パンチ力軽量級バランス、おお、ナイス、連打できます。いいっすね、川上選手見事なコンビネーションを見せます。シュートボクサーの一つ特徴ですよね、この美しいコンビネーション。そうですね、綺麗ですね、身軽っすね動きが。さあコーナーに詰めてくる、このプレッシャーです大崎、チャンピオンのプレッシャー。右フック、大崎は現在9連勝中。ボディー、また右ボディーです。ボディストレート、ちょっとボディ攻撃増えてきましたね。そうですね、やっぱ身長差あって相手サウスポーでやりづらいと思うのでボディからですね。第1ラウンドが終了いたしました。さあこの1ラウンドに関しては直樹さん、どんな印象を受けました？川上選手がうまかったかなという感じはありましたがね。はい、大崎選手はプレッシャーかけてるんですけど、詰まることなく川上選手を回りながら手数多く出してるんで、非常にいいと思います。右ボディもらったと思うんです、よく右服を返しましたね。いや、本当そうですね、はい、あそこで止まらないで返せたんで印象もそんな悪くないと思います。はい、やっぱりもらったまんまとすぐ返すのは全然違います。さあ大崎の重たいパンチ、徐々に相手を捉えてくるか。やっぱり当たった時はすごい音しますね。いや、音がミドル級ぐらいの音がしますね。もう音だけで言うとこれはミドル級と言ってもいいかもしれません。いや、本当そうですね。さて試合は第2ラウンドへと向かいます。第2ラウンドの始まりです。またプレッシャーかけてきました大崎、
川上はどうでしょう、手数でいきたいところですかね。そうですね、まあ、このまま手数でポイントを取りたいところですかね。大崎選手が今ちょっとサウスポースタイルにこう切り替えながら詰めてきたり工夫してますね、はい、右足を前に出しています大崎です。おっとアッパー出しました川上。やっぱこの身長差で、ね、サウスポー対オーソドックスだとやりづらいんじゃないですかね、はい、ミドル。そしてインロー、手数では負けたくない川上。おい、あーまた右ボディ。あれですね、大崎選手この右ボディ伏線にして右の上のフック狙ってそうですね。あこの右ボディを誘いておいてその後は右フックを狙っているのか。絶えず手を出し続ける川上です。いいですね。はい、いやなかなかこれだけ手数出せませんよね。そうですね、スタミナも相当あるんじゃないですかね。はい、左ストレート、そして膝。あこれですね、上狙ってますね、やっぱりね。大崎のパンチ、ガードしました。キック、大崎もすぐに反応していきます。いやでもこんだけ手数出しているとやっぱ印象いいですよね、はい、おい、またボディへの攻撃、大崎の攻撃。特別何が、ね、当たってるわけじゃないんですけど、はい、こんだけ手数出してたら印象いいですよね。川上の手数です。残り1分切っています。インロー、大崎の攻撃が厳しい。右ストレート、ただやっぱこの、ね、ラウンドが、ね、流れていくにつれてやっぱ大崎選手のペースになっていきますよね。ボディ連打、大崎も手数が増えてきました。コーナーに詰める。残りが30秒を切ってます。ちょっとこの時間帯は大崎手数多いですかね。だんだんと大崎選手、はい、ペースになってきましたね。川上はですからここが踏ん張りどころ。ここで手数負けたくないですよね川上は。やっぱ腹ちょっと効いてきます、嫌がってますよね。圧力できました大崎。ここでゴング、第2ラウンドが終了です。さあ試合は中盤戦、どうでしょうか直樹さん。そうですね、やっぱ1ラウンドよりは大崎選手が手数増やしてきて少しやりやすそうになってきましたね、はい、やっぱ時間が経つにつれて大崎選手の良さがどんどん出てきますよね。リプレイでご覧いただいてます。だんだん手数を増やしてきた大崎。でも川上選手も初めてのライズでうまいですよね、上手に戦ってますよね。対応してますね。さあ現在20歳の若きチャンピオン川上京です。セコンドにはあれですね、西岡蓮太選手が、ね、そうですね、先だってこのライズのトーナメントに出場いたしました西岡蓮太の姿もあります。さあ最後のラウンドです。まあ、シュートボクシングの看板を背負ってきていますから川上、負けられないという気持ちでしょう。 いい動きですね、最後まで動き続けるんで。右出しました川上。今日はシュートボクシング協会の清水田武会長の姿もあります。おっとインローを崩しました。やっぱり攻撃重いですね大崎はね。いや一発一発はすごいですね本当に。いやインローも強いですね。はい、ガードの上から打ちます。パンチの威力ももちろんですけど、はい、蹴りの威力も強いんで大崎選手は。あーボディストレート、そして今度は顔面だ。インローいいっすね、散らしてきました。いやいいっすね。あインローも効いてますかね、ちょっと前足。いや効いてると思いますよ、はい、前足がかなりきついか。川上きつい、攻撃を散らしてくる大崎。いやただ止まらないですね川上選手も、はい、止まると結構大崎選手の餌食になっちゃうんで。確かに常に手は、ね、出し続けます。
出し続けています。いいですね、はい、すごくいいと思います。足も動いてますね、はい、ロープを背にしています。細かいパンチ出す、おっとアッパー、大崎のアッパーカット、ワンツースリーと出す川上、右のアッパー、大崎インローから圧力をかける大崎、右そして左レバーの当たり、右返します川上、コーナーに詰める。来てますね、大崎選手がすっごい強めてきてますね。ちょっとロープコーナーに詰められる場面が目立ってきましたね。だんだんと大崎選手が圧をかけやすくなってきた感じしますね。これどうですか、川上としてはどうすればいいですか。いやこれきついですね、もう回って回って手数出して1ラウンドみたいにうまくやりたいですよね。いつの間にかこの追い詰められる場面が目立ってきます。おーナイスナイス、残りが1分切っている、手を出し続けたい川上、圧力右のボディーコーナーにまた詰めた、左ボディーすごい音です。でもボディー打たれても止まらないですからね、川上選手も。これは見事、川上手を出し続ける、右で返す大崎、ロープを背にしています、インロー、あー前足もかなりこれは厳しいでしょう。手を出し続けます、シュートボクシングのチャンピオンという意地があります川上。やっぱ最後は強いですね、大崎選手出てくる、右ボディーボディー入れた顔面、チャンピオン大崎最後まで重たいパンチをぶち込んでいきました。ここで試合終了、勝負は判定決着。試合終了となりました。これはタイトルマッチではありませんから3ラウンドです。そうですね、これ5ラウンドあると思うと恐怖ですね。いや本当そうですね2ラウンド途中からかなりこのアクセルを踏んできた印象です。そうですね、ギアを上げてきました。やっぱりラウンドが長くなるにつれて大崎選手の良さが出てきますね、はい、そうですね、まあ、川上はあの試合の序盤かなり手数出したんですけども、終盤はちょっとしのぐのが精一杯というそんな印象がありました。そうですね、ジャッジ豊永30対29、赤大崎、ジャッジ和田29対28、赤大崎、大崎の勝ち、30対28、赤大崎、以上3対0、判定は3対0です。チャンピオン大崎和樹、シュートボクシングの日本チャンピオン川上京を下しました。ジャッジの採点は三者三様です。30対29が1人、29対28が1人、30対28が1人、いずれもチャンピオンの大崎を支持しています。いやー、今日の試合は田丸も客席で見ていますけど、どんな心境でしょうね。そうですね、まあ、大崎選手もね納得いってない顔してますね。あ、倒したかったという気持ちですかね。いやそうだと思いますよ。この川上選手もすごいいい選手でしたね。うん、川上今日残念ながらこのスーパーフライ級チャンピオン大崎にかないませんでした。まあでも今日の試合というのがまた川上にとっても大きな経験になったでしょうね。そうですね、かなりあの大崎選手とね3ラウンドフルで戦えたっていうのは大きな経験だと思います。はい、勝ってメインイベントを締めたのは大崎和樹です。おいしいジムの大崎和樹です。今日は応援ありがとうございました。川上選手と戦ってくれてありがとうございました。すごい強かったです。チャンピオンとしての初戦だったんですけど、まあ、これじゃ全然ダメだなっていうのと、ライズのベルトの重さをちょっと感じました。これからタオルセール選手になれるようにもっとしっかり磨いて技をいっぱい練習して、でライズのベルトが似合うような選手になるので、これからも応援よろしくお願いします。
そして、来年、53キロのトーナメント糸代表やってくださるということで、ちょっと今日の試合内容だと、ちょっと僕選ばれるのもちょっと怪しいなと思うので、まだまだちょっと練習してしっかり強くなって、まあ大崎の試合面白いって言ってもらえるような選手になるんで、これからもよろしくお願いいたします。あと来年よかったら名古屋でライズやってほしいんで、そこもちょっとご検討よろしくお願いします。すいません、今日はありがとうございました。おめでとうございました。今一度盛大な拍手をお送りください。勝ってマイクがありました大崎和樹です。